むつ市で全国からライダーが集まるイベントが開かれ、圧巻のバイクパレードも行われました。むつ市大畑町で開かれた下北半島ライダースミーティングには、県内外から大型バイクなどおよそ300台が集まりました。パレードではおよそ100台のバイクが町に繰り出し、沿道の住民からの声援にライダーたちが手を振って応えていました。また会場付近ではむつ市の山本市長が乗ったバイクを先頭に隊列を組んで走行し、訪れた人たちを楽しませていました。喉まではなんとか良かったんですけども、喉からは雨が降ったり止んだりで、カッパ着てきました。でも涼しくていいですね。昨日青森市まで来て、で青森市から朝出発して、これがやっぱり楽しみで来たんですか。このイベント楽しみで毎回来てます。たまたま来たらやってるって感じで飛び入りで入らせてもらったんだけど、楽しかったです。